はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日もリミットワンフェスティバルの、動画でございまして、デッキのね紹介をしていこうかなと思ってるんですけれども、まあ今のところですね勝率8割ぐらいですかね。あのリミットワンフェスティバルで、高校を取って高校まくりを全力する、怪獣かぐやもどきみたいな、デッキの、まあ、リミットワン版でございます。このデッキのいいところを先にお伝えしていくんですが、プレイングあんまり難しくないです。前回ですねご紹介したそのオルフェゴールは結構プレイングあるんで意外と大変なんですけども、操作するのが怪獣かぐやそのベースにしてますんでプレイングそんなに難しくないですこのデッキ。まあ、相手の、まあ、先行展開は、まあ、ゾウジーとかウララとかシグレとか誘発引き出ればそこで止めたりとかして、まあ、妨害してで高校で、怪獣とかを使って相手のモンスターをしょって、まあ、レベル8を2体並べてエクシーズしたりとかあと、まあ、シンクロしたりとかっていう動きをしていくっていうことですね。はい、でキーカードこれねなんで禁止にしないっていうカードがあってフェアレイテルカグヤっていうモンスターがいるんですけども、これ1ターンに1度相手のフィールドモンスターをバウンスできるっていう効果があるんですが、これハイランダーなんだから絶対バウンスできるんですよ。これ強すぎまして、これなんで禁止しないっていうね、モンスターなんですけども、これが、まあ、軸になってますんで、さすがにこれの制圧力がすげえ高いと。まあ、例えば相手のね、エクストラモンスター、出てきたクソ強そうなエクストラモンスターも問答無用で1枚バウンスできますから、めっちゃ強い。しかもフリーチェーンですよね、この効果ね。はい。まあ、この、かぐやと、あとはまあ、ランク8ビートみたいな動きですね。特殊ができるようなレベル8モンスターいっぱい入れてまして、まあ、未回帰であるとか、それから、まあ、限界竜であるとか、あと、まあ、フルードサージとか、双剣士あやめのとか、この辺のモンスターのレベル8の特殊ができるモンスターをいっぱい入れて、ランク8をしていく。または、レベル8のモンスターと、まあ、2チューナーですね。まあ、ポップや飛行隊であるとか、まあ、ストライカーであるとか、ゾンビキャリアであるとか、こういうモンスターを、入れて、まあ、重シンクロしていったりとか、まあ、こういう最強モンスターをね、立てていくっていう、そういうね、ギミックになってます。で、あとは高校まくりカードをいっぱい入れればいいんですよ。これ先行取んないんで、このデッキ。完全に高校を取って高校でまくっていくっていう、デッキになってますんで、まあ、高校まくり用のカード。まあ、ライトニングストームであるとか、あとまあ、妨げられた怪獣の眠りであるとか、まあ、それがサンダーボルトであるとか、まあ、こういうカードとかをいっぱい入れて、で、相手の、まあ、盤面を綺麗にまくっていくっていう。まあ、そうするとね、結構高校ワンキルも取れますし、まあ、言うて返せなかったとしても、相手のリソースを全部削っていけって、制圧ができるんで、はい、なかなか強力なね、出来になってるんじゃないかなと思います。個人的にはね、オルフェゴールの方を使ってほしいなと思うんだけど、ちょっと難しいから、オルフェゴールって自分で使ってもめっちゃ思うけど、結構プレイングあるんで、なんで、まあ、怪獣かけやったら、まあ、意外と誰でも使えるんじゃないかなと思うんで、ちょっとオルフェゴールわかんねえなっていう方はぜひね、この出来使ってみていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、では早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。お、ブラックホールとかいう最強カード来てんじゃん。やったぜ。ブラックホール初手から打つっていうね、やばい動きもできるんでね、結構ね、まあ、ちょっと怪獣が来てるとね、なんかその怪獣がいる時にしか怪獣出せなかったりするから、ちょっとブラックホールたまに腐ることがあって、まあ、入れたり抜いたりしてるんで、ちょっと入ってるデュエルと入ってないデュエルあるかもしれないですけども、とりあえず楽園シャドールデスピアみたいな、まあ、そういうデッキかな。結構このなんかシャドールデッキもね結構強いですよね、これね。なんか意外といろんな融合モンスター出てきて、まあとりあえずシャドールの融合モンスター全員強くて、だから結構困ることが多いね。うん、あとシャドールクっていうトラップカード、あれマジきしょい。あれマジできしょい。ファーニマルオール、そんなのも入ってるんだ。ファーニマル要素も入ってるのかな、これ。それとも融合カードをサーチするだけのためのやつかな。ファニマルオールで融合を持ってくるやついいだろう。融合がね、なんか意外とアクセスしづらいっていうのがあるかもしれない。で、融合発動いいだろう。で、融合でデスピア、デスピアでマスカレイド、うぜぇうぜぇ。で、アドリビズム効果。除外されているモンスターか、墓地のモンスターを、特殊召喚できる。はい、了解です。いいでしょう。で、アルベルを効果つけました。で、カード1枚セット。いいでしょう。まあとりあえず一旦ブラックホールしてから考えるやつだな、これ。最強カード来たじゃん。クソ強いカード来たわ。全体除去2枚はさすがに強いだろ。
つぜ。まずは俺はマジックカードブラックホールを発動。うわー、まあ、600ライフ払わなきゃいけないね。楽に買い分けるから一応マスカレード知らない。大丈夫だ、2枚重ねすればいい。あいつはね、融合召喚しないと600ライフ払わせる効果ないので、墓地から出てきた時には大丈夫で、とりあえずこれぶちかましていいのかな。いくぜ、マジックカード妨げられた怪獣の眠りを発動。うおー、自作自演大怪獣大決戦。これは打点高いやつでいいか。一応光属性の方がいいかな。まあでもレベル82体いんのか、並べかもしんないから一応レベル8か。で、相手のフィールド上にはなんかクソモンスターを並べとけんじゃん。はい、で、これを差し上げて、よし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 、いいぞ。で、どこなんかドーン、オッケー。でですね、アルベル君の効果で出てくるのか。まあいいわ、オッケー、了解。でそいつ効果向こうのところであんま関係ない。打点が3000あるだけで優秀。はい、了解です。で、アレイスター召喚効果発動。召喚師アレイスターの効果により召喚枚数を手札に加えるぜ。あのステーカーとか気になりますね。何聖杯、何強い。何聖杯は強い。くっそ、召喚魔術がサーチできねえ。さすがにすびきはしてねえ。どうしようかな、これ効果ちょっとあれですね、デスペアはドラグマは出した方がいいですよね、多分ね。で、もう特殊召喚しない。いやー、これビッグフットはいかなくてもいいと思うんだよな。ワンキル取れないしな。まあ、一級者でいきましょう。ビッグフットもいいや。ちょっと一回お休みで、ビッグフットくん。で、エクレシア特殊召喚してフルルトリス持ってきて、まあ、フルルトリス出してライフ取りに行くか。フルルトリス残しといてもいいけどね。まあ、どっちでもいいか。で、フルルトリス持ってきて、まあ、スカレーナが墓地から出てくるので、ショット来たんじゃない。一応レベル8がなんか残ってるとレベル82体とかでなんかランク8とかされても嫌だし、フルルドレスでぶん殴りに行ったらしくんじゃないかな、これ。もうフルルドレス出すかどうか問題意外と難しいですよね、これ。相手ターンに残しといた方が強い説はあるんだけど、まあ、一応効果無効にします。あんまり関係ないですけど。さあ、これでクモグス君かアルベル君、まあどっちもいいな、あんま関係ねえわ。で、これで全員でぶん殴り説、全員でぶん殴り説ゴー。で、これでアレベルはしょせる。で、クモグスもしょせる。大丈夫だ。打点がかかっている。いけるぞ。いけ、ドーゴラン。アタックだ。うおー、大怪獣決戦、かっこ自作自演。あまりに自作自演。そして、いけ、エクレシアで大アタック。効果発動。打点が500アップするぜ。ドラゴンモンスターのピロ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 。さあ、来るか。マスカレイド。いった。マスカレイド来た。オーケー。もう相手のリソースはねえ。まあこれは攻撃をストップせざるを得ない。そしてフルドリスの効果で打点が上がる家だ。そしていけ、フルドリスでアタック、ドワー。よーし、相手はハンド1枚返せんだろ、そんな簡単には。まあ俺も妨害はねえが、これはもらったらやはり怪獣は最強。なかなか相手の聖杯も強かったから、聖杯強いな。ワンチャン聖杯入れようかな。無効化できるの強いっていう、どっちも好きだしね。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。当たり前に高校をね、取っていくデッキなのでね、結構ストレスはないですよ。先行デッキ使ってると先行取られてくっそってなることあるじゃないですか。このデッキ大体高校しか取らないので、なんかまあ相手が先行渡してくることはたまにありますけども、まあほぼほぼ高校取れるんでね、そんなにストレスはないですね。はい、まあ相手の展開がクソ投げかもしれねえっていう、そのソリティアをずっと見守ってなきゃいけないってのはうざいですけどね。やべえ、強そう。過密ライストしたそうで強くね、全部強いだろ、ふざけんな。まあでもライティングドーニングスも先行で持ってくる意味わかんないから、まあ過密か創生かどっちかだよな。過密セットされるのきついね。過密は相当きつい。あの蘇生なんだ、なるほど。死者蘇生を手段に変えていく。あー、戦闘機、なるほどなるほどですね。その癖は何でしょうか。まあちょっと厳しいですが、で、紙線エンゲージ掘るとみて、うわー、つえつえめくれたカード、マジかよ。こっから圧倒的展開を見せていくわけですね、これで。エンゲージ発動して、いや、これ増字さ、戦闘機ってさ、増字結構難しくて、どこで投げるのか
結局レイがリンク召喚できちゃうからさ、あんまり関係ないんだよな増時。これ別にさ相手ターンで変身すればいいだけだもんね。レイって増時はちょっとあれですね、あの投げどころを見失ったみたいなとこありますねこれね。今のところで増時投げても結局なんかチェーンされて変身されるかあんま意味なくて、なんか絶対にワンドローできるタイミングって戦闘機意外とないんだよな。で雫効果メイフェス終了前、あーじゃあこれは一応無限攻撃を打ってサーチ入れさせないようにしてんじゃないこれ。雫ちゃんね妖怪、まあ、ここさすがに一応戦闘カード魔法的なの加えられると困るので無限攻撃を打って、相手の効果を無効にしてサーチができなくさせるという効果。はい、増時が完全に腐りましたが一応大怪獣決戦とあとこの謎のも怪獣モンスターラディアン君とあとあのアルファっていうクソ強い獣がいるんだ。強いじゃんこれ、共闘ウォーターフロントはバカ強いぞ。さあ震えて眠れ、共闘ウォーターフロントを発動、共闘ウォーターフロントを発動し、そして獅子王アルファ特殊召喚、そして獅子王アルファの特殊召喚が成功したため獅子王アルファの効果を発動できる。このモンスターは自身と相手のモンスターを選んでそのモンスターをバウンスする効果を持ってるぞ。さあどうする、そのクセカード使え。なんだそれ、あのクセカードなんだろうね。ちょっと紙線とか入ってる人なんで紙系のトラップカードのこと結構多そうな気がするけど、で、はい、でここで増時打ちましょう。ここしかねえ。で増時効果これは結構辛いはずだ。レイちゃんが特殊召喚に1枚ドローできるし、しかもなんかレイが変身したらまた1枚ドローできるし、この増時が一番強いはずだ多分理論上、知らんけど。いいだろう、ポップイヤー来た、ポップイヤー、ポップイヤーか。まあ、とりあえず獅子王アルファを特殊召喚していく。よし無限に出てくるぞ、獅子王君は無限に出てくる。3000だて、あのクセカード使ってくんねえかな。あれ何、あれ怖すぎるんだけど、あのクセカード何。あレイね、はいオッケー。レイちゃん効果で出てくるよの効果でまたここで1枚ドローできる。よしいいぞ、よしよしよし。でカイナね、オッケー。あ怪獣来た、オッケー。で怪獣来た、カイナ君の効果で攻撃ができなくなる。でこれはメイン2入るしかない。こっから考えますか。一旦バロネス出したいんだけど、なんかあるバラバラバロちゃん出したいんだけど、バラバラバロちゃんいけるこれ。レベル8のアルファにレベル2のポップイヤー飛行隊をチューニング、シンクロ召喚現れろ、フレールドバロネス。うわードキョこれで共闘ウォーターフロントのカウンターは3になった。これでサーチをすることができる、共闘ウォーターフロントの効果発動。この効果によってなんと怪獣カードを1枚サーチすることができるぜ。さあどうする、どないしますか。これ地図記、これえ待って、これ地図記とかいう最強カード出せるんじゃんこれこれやばい、これクソやばい、これクソやばいこと起きそう。待って、これは神系が起きるぞ。待って、ラディアンはいいな、ラディアンだし、ラディアンはカウンター取り除いて発動する効果、起動効果だから大丈夫でしょこれ。こうするんじゃないですか。で最強モンスター爆誕させる、ガメちゃん出す、はいはい、でバロネスで相手の怪獣破壊よ。来たこれクソ強い、来たこれ。ガメちゃんが何がやばいかっていうと、こいつのガメシエル君の効果を皆さんご存知でしょうか。無限王よ、なるほど。あーでは怪奇怪獣ガメシエルの効果発動、フィールド上の怪獣カウンターを2個取り除くと相手が発動した効果を無効にし除外することができる。うおつえうわ強え、最強だ。そしてバロネスの効果でラディアンを破壊される。よーしバリ強い、来たこれ、圧倒的制圧力、バロネスの1回無効とガメシエルの実質無限無効だ。残念だったな、このガメシエル君の効果をよく読むことだな。あテラフォーミングがいいよ、テラフォーミングが別に暴走魔法陣だろ。はん、そんなカード発動したところで何も起きない、残念だったな。共闘ウォーターフロントのカウンターは今4、2回効果を無効にできる今現在な。ガメシエル君のテキストを読んで絶望に震えろ。怪奇怪獣ガメシエルの効果発動、フィールド上の怪獣カウンターを取るとき相手が発動した効果を無効にして
ゲームから除外する。うおー強えー、バカっせ、やばすぎ。相手手札2枚なんですけど、両方とも無根できるんで勝ちましたので、完全に勝った。第3部間、うわうわガメラ強え。いや正直先行渡されてもやることないんですって、このデッキマジでマジでやることない。これこれで基本的に高校で出していくモンスターしかいないんですよ、デッキの中に。だから先行渡されるとちょっと困りますね。先行渡されない前提でデッキ組んでるんで、ちょっとね先行やることなさすぎ問題が、まあ、一応召喚獣があるとメルカバーぐらいは出ますけど、強欲で貪欲な壺、はい、2枚ドローいいでしょう。まあそんな簡単にねこの柿をワンキルしてくるデッキないので、まあ意外と生き残ることはありますから、まあそうしたらね怪獣とかアルファとかこのあやめの創建師さんとかでぶん殴っていけばいいんで、意外となんとかなるっていう。闇湯めっちゃドローするやん、めちゃくちゃドローするやんけ。なんだこのデッキ、打天使デスピアとかそっち系ですかね。サンダードラゴンとか入ってると闇の誘惑がめっちゃ強く使えたりしますけど、まあさすがにそんなカード入ってないだろう。イーブルヒーロー、何ヒーローデッキはアダスターゴールド、なるほど、マリシャスベインかなんか出てくるのこれ。ダークコーリング、はい、いいでしょう。いやこれマリシャスベイン結構きついな。マグレットウォーリアーアルファ、何これ、あれかガイアか、じゃ あガイアくせえな、なるほど。ダークフュージョン持ってきて、で あれかやばいぞ、縦いくぞこれまずい。ダークガイアは岩石族と悪魔族っていう融合召喚条件なんですけど、素材にしたモンスターの打点分上がるんですよ、打点が。バルキリオンとドレッドルート。え？これいくつ打点？やば！待って！落ち着け！おい、10代！落ち着け、待ってくれ！待て！うわぁ！強すぎ？